どうも、バッティです。突然ですが皆さんは、稲妻イレブンでレベル上げやっていますでしょうか？私事ですが先日、稲入れシリーズ6作品すべてを序盤でレベル99にする企画が、ついに完結しました。序盤でレベル99にする稲入れ、完結記念ということで、今回のテーマは、序盤でレベル99にする稲入れ、おすすめランキングを紹介していきます。行くでやす！まずは第7位から、第7位は、稲妻イレブン英雄たちのグレードロードです。延期している期間は5年になります。7位の理由は明白です。さっさと出せ。茶番はここまでにしといて、第6位は、稲妻イレブン GO2 クロノストーンです。序盤のレベル上げにかかった時間は590時間。第2章からレベル上げができます。6位の理由としては、590時間という長時間レベル上げをしたのにもかかわらず、化身に負けてしまうからです。まさに化身ゲー、罰ゲームの案としてあげれるぐらいのものだと思います。おすすめしません。ストーリーは神作品なので、普通にゲームするかアニメ見てください。第5位は、稲妻イレブン GO です。序盤のレベル上げにかかった時間は、228時間。第2章からレベル上げができます。5位の理由は、稲入れ GO2 と同じ、化身ゲーだからです。ですが、かかった時間が200時間台と優しめですので、暇な人は、レッツレベル上げ。続いて第4位は、稲妻イレブン2、驚異の新役者、です。序盤のレベル上げにかかった時間は、580時間。第1章のジェミニストーム戦前からレベル上げができます。理由としては、皆さんご存知の通り、離脱メンバーが多すぎ問題です。風丸や染岡、栗松たちを500時間かけてレベル99に上げても、ストーリーの最後にレベルが下がって敵になります。また、公演自習やを序盤でレベル99に上げて離脱すると、沖縄で、レベル32で帰ってきます。そんな絶望を味わいたい人は必見です。そんな稲入れ2ですが、メリットもあります。それは、稲入れ3でのダークエンペラーズの風丸たちです。序盤で風丸たちをレベル上げすると、漏れなく、スーパーリンクで稲入れ3のダークエンペラーズ風丸たちが使えます。本来のやり方は、とても面倒くさいのでもしかしたらおすすめかも。第3位は、稲妻イレブン GO ギャラクシーです。序盤のレベル上げにかかった時間は、334時間。第1章からレベル上げができます。3位の理由としては、稲入れ GO シリーズで唯一、化身ゲーではないからです。ソウルはありますけど、クリア後は漏れなく化身ゲーになりますが、ストーリー攻略では、思う存分、レベル99無双を楽しめると思います。また、稲入れ GO ギャラクシー限定で、レベル99の裏切りを味わえます。ストーリーの最後にて、剣京介が敵に寝返る展開がありますが、レベル99も引き継いで敵になります。最強のライバルと、戦いたい方はぜひ。第2位は、稲妻イレブン3、世界への挑戦、です。序盤のレベル上げにかかった時間は、431時間。第1章からレベル上げができます。ですが、この時間は正確ではありません。私は稲入れ3のレベル上げで、遠藤チームと起動チーム、22人をレベル99にしました。つまり、控えメンバーもレベル99にしました。片方のみのレベル上げは、約215時間でレベル99に達成できると思います。短い、素晴らしい、またチームから離脱する栗松や緑川は、レベル99で離脱しても、スカウトしたらレベル99で帰ってきます。栗松を最後まで活躍できるのは、嬉しい誤算でした。稲入れ3は、やり込み要素が多く、クリア後も楽しめるということで第2位でした。それでは、栄えある第1位は、稲妻イレブンです。序盤のレベル上げにかかった時間は、141時間と圧倒的な短い時間。初代稲入れは、第2章からレベル上げができます。第1位の理由はまさに、100時間台という、レベル上げ初心者に優しいやり込みだからです。また、他作品と違って、離脱選手、弱体する選手がいません。いいことばっかり、追加選手が何人かいますが、すぐにレベル99できるので誤差の範囲でしょう。デメリットとしては、やり込み要素が少ないところです。そんな初代稲入れが、序盤でレベル99にする稲入れおすすめランキング、第1位でした。皆さんも序盤でレベル99やってみましょう。以上、序盤でレベル99にする稲入れおすすめランキング、でした。